Hi, everybody. How are you doing? So, it's time to do a shadowing, to do shadowing with me, okay? So, today's shadowing title is, I guess, Sabrina the Witch. But just I guess. Let me show you. Let me show you how to do shadowing. Then you can do it after me. So, here you go, like this. There, you get to take care of yourself. Don't worry about the little old ladies. Oh, give us the toy to the baker, and the toy to the delivery and the church the kitchen attendant. I can't be able to deliver her here. Me neither. I got all she said. I'm a baby. It's coming. Wow. There was a really close call. I just grabbed all the same, but the mission is over. Is that the granny? Thank you very much, teach girls. See you at the flip side. はい、これはね、Totally Spies でした。すいません。なんだっけな。サブリーナ・ザ・ウィッチじゃなかったでした。失礼しました。ね、トータリー・スパイズです。ちょっとねスピードが速いですけど、やってみてはいかがでしょうか。 So, next is your turn. Here we go. はい、英語の作り方を伝えています。脳の中に瞬間的に、英語脳が、作文を作ってくれるんですけど、そのためにはインプットしないと、作ってもらえませんので、インプットね、そのインプットの方法が、文章だけで一生懸命覚えるよりはイラストと一緒に覚えた方が脳に残りやすいと思っています。ですのでね、イラストを使って、覚えてみてはいかがでしょうか。特にね、日本人が使いづらい前置詞ね、前置詞は、どんな時に使われるのかを、イメージで覚えた方が、使いやすいと思っています。今回も前置詞 between なんですけども、もともとのベースははっきりした何かに挟まれている状態なんですけど、そこから共有したりとか、あと今回は、どちらかね、 A と B があったとしたらどちらかっていうところに、使えるということをちょっと、見てみてはいかがでしょうか。
ね、文章を見てみましょう。この between で、普通は何々の間でなんですけども、どちらか、ね、どちらか一つでっていう、まあ一つって書いてないですね、どちらかっていうのをね、選んでくださいっていう時に使われます。文章は、You must choose between honor and death。ね、あなたは、名誉か死のどちらかを選ばなければいけません。between honor and death。これ両方、between、これもちょっと分かりやすいですよね、between、ね、間で。honor、いわゆる名誉か。and death、ね、名誉か死かの間ってことですね。で次の文章は Let's choose home between taking a taxi and a bus、ね、帰ろうよ、タクシーとバスのどちらかを選んで、ね、ここはどちらかを選んでという選択がなかなか難しいかと思います。これ between taking taxi taking taxi and bus ったらバスと電車を、使ってっていう風な感覚になってるんですけど、ビトウィーン、どちらかね、まのどちらかをの選ぶっていう感覚で使ってるんで、文章からしてみるとビトウィーン taking taxi and bus って言ったらタクシーを捕まえるのかバスを捕まえるのかの間どちらかっていうことに意味になってきます。あるいは I made a no distinction ですね、I made a no distinction between them、私は両者を交互することはありませんでしたっていうことなんですけども、どちらかを決めるってことがない、ね、その2つの間でどちらかを決めるってことはないということを表しています。早速イラストで覚えてみてはいかがでしょうか、ねまあ、名誉、ねまあ、金メダル取った名誉か死ぬかどちらかを選ばなければいけない。 You must choose between honor and death。 でこの death の発音も D-E-A-T-H で deathね最後は無声音ですけどもきちんと発音してください。あるいは Let's choose home between taking a taxi and bus、ね、これオアなんですね。タクシーオアバスのどちらかってことなんですね。両方を使って帰るという意味ではありませんので注意してください。あるいは I made a no distinction between them、ね、これも同じです、この猫ね三毛猫なのか、虎猫なのか、どちらもこうつけたがたいですっていうことを表すときに使われます。ですから、間ではないので覚えておいてくださいね。はい、次はシャドーイングについてです。はい、皆さん、シャドーイングいかがでしょうか。ね、なかなかこう、なんていうんですかね、シャドーイング聞いて話すことができるんですけども、脳の中に理解するっていうところはやっぱり日本語英語のあ、すいません、自分が聞いた英語を見て日本語でそれどういう意味なのか、これを見ないと理解はできないです。英語脳の理解っていうところできないですから注意してください。聞いてるだけでできるっていうのはある程度、英語が理解した状態で聞いてるだけでできますけど、最初はそうはいかないです。で最初にそのじゃあ、英語を理解するっていう時に意外におすすめなのはイラストで覚えるです。イラストでこういうシチュエーションがなってるから、あ、これこういうふうに言うんだなっていうのは分かりますよね。ですから僕が出してるシャドーイングは、著作権の問題があるんで、その音声しかない出してないですけど、いつもこれは何々ですって言ってますから、それの、元々のその映像を見てみてください。でそうすると、よく分かってくると思います。ね、その映像とセットでシャドーイングするってことが大切なんで、だから何回かこうシャドーイングを聞いてでこのものを見てみようっつって一回見てみてはいかが、一回っていうかね、その中のシチュエーションはその場面の中で見てくださいね。それ全部こうやってバーンって出すと著作権引っかかって YouTube には載せられないんで、まあ、そこはご自分でなさってください、ね。英語をイメージで覚えることも非常に大切だと思っています。ね、チャンネル登録していただいて、一緒にやって英語の方ができるまで一緒にやっていけたらと思っています。ただいつも言いますけども、シャドーイングする前には必ず、英語の正しい発音ですねをこれを覚えないとダメです、ね。で英語の正しい発音は正直な話はいろんな YouTube の動画で載ってると思いますから、そちらを参考になさっても大丈夫です。ただ早く覚えたかった、英語早く英語の発音を良くしたかったらプロにお願いすることも一つだと思っていますね。英語のを作ってペラペラ英語を喋りたい、ね、これもう本当に日本人のほとんどの人が思ってると思いますけど努力次第です、ね。ですので、毎日一緒にやっていって英語を作るまで頑張ってみてはいかがでしょうか。それではまた明日。